が9時に踊り込んでまいりましたのは高円寺の舞通連でございます。連長の角義弘さんをはじめ40名の皆さんです。舞通連は昨年東連25周年を迎え、その記念公演では圧倒的なパフォーマンスで多くの観客を魅了しました。蝶のごとく華麗に舞う舞通連は今年もさらに進化し、独創的な演舞を披露いたします。下町での一夜限りの蝶の舞、どうぞ皆様ご堪能ください。舞蝶劇場の開演です。